冬キャベツの旬の季節がやってきた。ミツカン社員の鉄板メニュー、レンジで作るキャベツシューマイ。とうとうキャベツの旬の季節がやってきましたよ。加熱すると甘くなる旬の冬キャベツに、ひき肉と味ポンの酸味が合わさると、もう想像しただけでよだれ案件です。画面を連続で叩いていいね案件です。たまらないですよね。下に敷き詰めたキャベツたちにも、このマリアージュされた肉汁たちを余すことなく吸ってくれます。レンジでできるのも私の推しポイントです。とっても美味しいので、ぜひ試してみてください。共有で LINE 開いて、1から3番目はあなたとお家でキャベツシューマイパーティーをしたい人かも。いいねフォローもお願いします。残りのキャベツに片栗粉を振って、種の周りに手で握ってまぶします。耐熱皿にキャベツシューマイを並べ、ふんわりラップしてレンチン7分。味ポンにお好みでからしを添えたら完成です。一風変わったフォルムのシューマイに甘いキャベツの味わいが楽しめますよ。